でまずは試合お疲れ様でした。今日の試合の振り返りお願いします。今日はまずは先制点先に取ったところがとても良くて、まあ、この予選リーグと決勝トーナメント1回戦で自分が結構チームに迷惑かけてたんで、自分が1点取ってしっかりチームのいい流れを作れたんでとても良かったです。では次の試合に向けての意気込みをお願いします。次は決勝トーナメントはもう全国レベルでとても強い中で戦っていくんですけど、その中で自分たちはチャレンジ精神をしっかり持って次のサガン鳥栖戦に向けて臨んでいきたいです。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。